ミッドタウンニュージャージー側からハドソン側を挟んでみたミッドタウンミッドタウンはアメリカ合衆国ニューヨーク市マンハッタンの地区の一つである多くの事務所や高層建築商業施設専門店等があり経済活動が活発な地域であるまた多くの観光客がここに集まるこの名前で呼ばれる地区の範囲は使われる文脈によって異なるマンハッタンをアップタウン ミッドタウン、ダウンタウンの3つに分けた場合、南北は14丁目からセントラルパークの南端を通る59丁目まで、東西はイースト側、ハドソン側に挟まれた地域がミッドタウンである。しかし通常は南側の境界を31丁目あたりとすることが多い。その場合、14丁目と31丁目の間は五番街を境にして東側をグラマシー。 西側をチェルシーと呼ぶ。さらに南側の境界を42丁目とし、東西は3番街と9番街の間を指す場合もある。なお、ニューヨークの場合、ダウンタウンとアップタウンは他の都市とは意味が異なり単に南北方向の位置を表しているに過ぎない。地下鉄の標識ではこれが使われているが通常はそれぞれローアーマンハッタン、アッパーマンハッタンと呼ぶ。 エンパイアステートビルディングから撮影した昼間のミッドタウンエンパイアステートビルディングから撮影した夜のミッドタウン。ありがとうございます。